さあ今日は九重町の方に来ております。今日はこちら2回目のソロキャンプですね。ナインベース、こちらでソロキャンプに再び挑戦したいと思います。なんかマナーの悪いお客さんがいたみたいで、キャンプ場の見学っていうのは今行ってないっていうことです。予約されている方はこのゲートを動かして、中に車を入れていいっていうことですね。さあということでセッティングが完了しました。まあだいたいこんな感じですかね。で今時期的に落ち葉がすごい多くて地面がふかふかしているっていうことなんで、このコンパネの板ですね、沈まないようにっていうことでお借りしました。それと焚き火台の下に敷くようにっていう指示がありましたんで、これもお借りしました。一応ね、このシートっていうんですかね、これを、まあ買っては来たんですけど、一応こういう形で今日はやってみたいと思います。いやー気持ちいいね、これ。ここが水場っていうことで、お水は飲めるみたいです。こちらがトイレなんですけど、このノブがまたおしゃれ。中はどうなってるかと言いますと、すごい綺麗ですね。シャワートイレ。これは清潔感もありますね。いろいろ情報があります。汚れ物はこちらのトイレのそばにあるこちらの水を使うようです。こちらが管理棟ですね。で、こっちが倉庫かな。そして大きなサイトが広がっております。今1名テントを設営されております。今日はブッシュサイトもう1名来られるみたいになって、多分3名じゃないですかね。ちょっと小川サイトやったかな。そっちの方に行ってみましょう。どっから行くんかいな。お、こちら川が流れております。うわ、これもめっちゃええやんか。ここかな、小川サイトって。お、キノコがめっちゃ生えてますね、これ。うわ、ここもええな。この辺もほぼ平らやし、なんといってもこの川のせせらぎを聞きながら眠れるっていうのは、いいっすね。わ、ここ良かったな。今度来たらここにしようかな。いやいや、天気もいいし、寒くないし、気候もいい。ここは炭捨て場ですね。で、ここには、薪がいっぱいあります。これ販売されてる分ですね。ブッシュサイトがこちらの一面。結構広いし、平らなところが多いから、テントは張りやすいと思いますよ。ちょっともうね、木が、この辺全部落葉樹なんで、日陰があんまりなくなってるんですけどね、夏場とかだったら、
葉っぱが生い茂ってて日陰が多くて気持ちよさそうですね。一応薪を買っとこうと思いまして、500円でこのカゴ一箱ってことですね。すごい、なんかこれ端材みたいなやつばっかりだけど、今薪割りしてテント戻ってきたんですけど、薪割りしんどいな、はあ、めっちゃ疲れました。いや、やってしまいました。今忘れ物判明しました。それがですね、最近よく使っているこのインスタ360なんですけども、 SD カードが入ってませんでした。仕方ないんで、GoPro で撮影したいと思います。これ落ち葉に気がつくと思うんですけどね。お、ついたか。一気についたか。そしたらここに薪を入れていこう。薪がでかい。薪がでかい。でかいというか長い。ちょっとわからんけど、こんな感じで。気がつくかな。お、なんか一発でついた感じがするぞ。一発で木に引火しましたね。前回シダ加工で初めてキャンプやった時は火つけるのにめっちゃ時間かかったけどな。さあ、ほんじゃ火もついたところでビール開けましょう。これ生ジョッキ感はね、これがあるんですよね。とりあえずおつまみでセブンのぬか漬け買ってきたんで、これをいただきます。うわ、割り箸折れた。燃やそう。やっぱり太い木はなかなか燃えにくいというか、ただ火がついたら長い時間焚き火が楽しめるっていう、そういうことじゃないかなと思うんですよね。ちょっと薪が長いよな。薪が長い。焚き火台に収まらないですからね、これね。1本目が来ました。割引をする代わりにもう2本目いきます。クーポンですね、お客様に3000円発券されるというシステムで、一応ホテルの方ではそういうで、一応それのお客様にお渡ししているクーポンで、はい、でそれで犯人、今ブッシュサイトにもう一名のお客さん来られたんですけど、女性のソロキャンパーですね。かっこいい。ちょっと日が落ち着いてきたんで、焼肉行ってみたいと思います。焼肉いけるでしょう、これで。よし、じゃあ豚バラを焼いていこう。豚バラ焼肉、
いいよ。あちちち。あちゃ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 。うわ。すげえ油が。油がすごい。あちちちゃ。あちちちゃ。あちちち。トング忘れたな。いや、豚バラ肉うまかった。ちょっとまあ、晩飯はもうちょっと後にするとして、また再び焚き火に移行したいと思います。ここのキャンプ場、ナインベースなんですけども、多分キャンプ好きの方でしたら、まあ YouTube でご存知だとは思うんですけども、キャンピークっていうチャンネル、やられてる方が趣味が高じまして自らキャンプ場を作ってしまったというそういうキャンプ場になっております。動画で見てたねキャンピークさん、実際に会ってみると予想以上にでかかったですね。ここのキャンプ場ができていく様子っていうのがキャンピークさんの動画で紹介されてますんで、これ一回見られてから来られた方がより楽しめるんじゃないのかなっていうふうに思います。今ちょっとトイレ行ってきたんですけどね、トイレがすぐそこなんですよ。やっぱりねこれぐらいの規模のキャンプ場だとトイレ近くて助かりますよね。前回ね白川湖のキャンプ場だとサイトによってはちょっと遠いところがあったりするんでね、いや、これはいいですよ。しかもね、今日は金曜日で、平日なんですよ。だから人がね、今日3組ですね。空いててもうめちゃくちゃ快適ですよ。いやー、楽しいですね。今時間が16時35分なんですけど、急激に寒くなってきました。なんでウルトラライトダウンを羽織りたいと思います。やっぱり大分でも標高の高いところなんで、やっぱ日が落ちると冷えますね。現在の時刻が17時11分。じゃあ今から今回のソロキャンプでやりたかったこと、これをやってみたいと思います。で、何かと言いますと今回ですね、ちょっとこういうものを自作しました。要は鉄の棒をハンマーで曲げて、で、井桁状に溶接したもんなんですよね。これをねこういう風にセットできるようにしたんですよ。ちょっとね、溶接があんまり上手じゃないんで、ひょっとしたら外れちゃう可能性はあるんですけどね。これをちょっと使ってみたいと思います。で、これは何かと言いますと、こういうことなんですよね。中華鍋がね、ちゃんとセットできるように、制作したものです。これで今からまず餃子を焼きたいと思います。これ餃子蒸し焼きにするのにね、蓋がちょっとなかったんで、この木の板というか、これで蓋代わりにしてます。
真っ黒になっちゃいました。じゃあそのまま第2弾としまして、今からチャーハン作りたいと思います。卵も溶いたものをペットボトルに入れてきました。そしてご飯。チャーシュー、それからネギ、さあ、ということで、チャーハン餃子セットできました。餃子ちょっと焦げたけど、これをいただきたいと思います。よっしゃー、じゃあいただきまーす。いやー、チャーハン餃子セット、うまかったですね。餃子はね、まあちょっと焦げちゃったっていうのもありますし、チャーハンは実はね、塩コショウするの忘れたっていうのがあったんですけど、チャーシューのなんか塩気でいい感じになりましたね。じゃあ500円で買った薪、これがもう最後です。だいたい2時ぐらいから焚き火やりだして、今が7時ぐらいなんで、まあ5時間。結構ペース早く燃やしまして5時間ぐらいなんで、まあ1日だったら、カゴ1箱500円でちょうどいいぐらいじゃないですかね。これこれチャンネルのアーカイブを3時間超聞きながら焚き火してたんですけど、終わりましたんで、最後消火を確認してから寝ようと思います。いやー、なかなかのんびりして気持ちがいいですね。やっぱりソロキャンプ。いいんじゃないでしょうかね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。